ジョージ・シー・ピジョンは、キリスト教のカナダ長老教会及びカナダ合同教会の牧師。1925年に発足したカナダ合同教会の最初の総会議長でもある。合同計画の強力な提唱者であり、その後の人生においてもエキュメニズムを擁護していた。モントリオールのプレスビテリアンカレッジで進学の学位を得た。1894年に長老教会から牧師として、 暗守された。最初の認知は、モントリオールウェスト長老協会であった。その後、トロント地区に移り、ウェストトロントジャイクション地区に移動になるまで、ストリートビル地区で働いた。1909年から15年までは、巻会の仕事を離れて、バンクーバーのウェストミンスターホールで進学を教えた。1916年にトロントに戻ると、 ブルアストリート長老協会で牧師を務めた。ブルアストリート合同協会1923年にカナダ長老協会の総会議長となり、長老派、メソジスト派、改修派の協会合同を推進する首相者となった。しかし、長老協会の中の一部には協会合同に反対する者もいた。計画全体を頓挫させかねない。 この問題は、長老派の国々の教会が合同に参加するかしないかを決める、投票権があることを認めることで解決された。この結果、長老派の4509教会のうち302教会は、存続カナダ長老教会を再結成することを選んだ。合同支持派の長老教会の賛同を得て、1925年6月10日、カナダ合同教会は、 トロントのミューチュアルストリートアリーナで大規模な礼拝式を開いた。新しい教会のエキュメニカルな基調は最初の総会から現れていた。初代総会議長の候補として最有力だったのはメソジスト教会の元総監督であった SD チャウンであった。これは新しい合同教会において最大の割合を占めたのがメソジスト教会であったからである。 しかし、チャウンはピジョンにその地位を譲った。チャウンの願いは、これによって、新しい教会に参加することを選んだ、長老派の人間の決心をより堅固なものにすることで、あった。諸外総会議長としてピジョンは1年間その役目を、務めた。ピジョンは禁止運動や、家庭選挙の支持者であり、後には1945年のカナダ。 協会協議会や1946年の世界、協会協議会のようなエキュメニカルな組織結成の推進役を果たした。牧師として32年間、ブルアストリート合同協会で働き、1948年に引退した。1971年に99歳で死去。ありがとうございます。